あ、でもこれがもうメルキドの完成形だな。この街並みが、見張り台があって、木の宿屋があって、囚人の家があって牢獄があってね、石でできた工房と、地下に庭園というこのおしゃれな、この地下水路通れたりとか、別にこれは必要ないけど、小さなお花畑もあるし、でこの町の最高責任者の家はこんなに立派な絨毯を敷いて、いやー、最後にちょっと町を緑化しておこうかな。これドラキーがたまに落とすアイテムでさ、草原にできるんですよ。このなんか苔生えてるみたいな土はちょっと別扱いなんじゃなかったっけ。これ直して、よし、今持ってる分は使い切ったけど、あ、すげえ明るくなったじゃん。ああ、いいいいいい、もう拠点にモンスター現れても何も気になんなくなったね。勝手に死んでくれるからいや、この街の姿目に焼き付けとこうよね。まあ平凡な街づくりだと自分でも思うけど、そこまで木をてらってない平凡な、いやでもいい街になったと思うわ。戦うかゴーレムと。最後ちょっと準備しとこう。まあ、準備ってほどの準備じゃないけど、間違えた。メルキドシールドでなんかゴーレムの攻撃防いで、魔法の弾で攻撃する感じだったと思うんだよね。だからこれを、この2つを隣り合わせにしといて、アイテム欄すぐアクセスできるようにね。で、全回復アイテムの命の木の実も非常用の、まあ隣にしとこう。いざという時にすぐ使えるように。この3つしか使わないんじゃないか多分。で、お腹いっぱいにしといて、負けないと思うけど一応セーブとかしといた方がいいのかな。しとこうか。よし、行こうぜロロンド、最後の戦いに。素晴らしいぞ、よくぞ魔物たちを追い払ってくれた。うっさいよ、もう我が輩には分かっておる。いや、分かっておった。このメルキドを支配する魔物の親玉がかつての守り神ゴーレムであると。そんなわけないでしょってずっと言ってたじゃんお前。我が輩は認めたくなかったのだ、かつての守り神が人を滅ぼしたなど。なるほどね、まあ、メルキドに対する愛が強いからね。ロロンドは、うっさいよ、ゴーレムを倒せばこのメルキドの空の闇も晴らせるだろう。いよいよ空が明るくなるのか。ゴーレムと戦うために魔法の弾とメルキドシールドをたくさん用意しておけって言ってるけど、なんかメルキドシールドは1個でよかったような気がすんだよね。別に一応3つ持ってるけどさ、魔法の弾にしても、なんだっけ、誰だっけ、そうだ、ショーターが20個あれば十分でしょみたいなこと言ってたから、今30個近くあるので、まあ大丈夫でしょう。ウサはロシュとの話は我が輩も聞いておった。あー、かつてのメルキドの話ね。我が輩が間違っていたようだな。ロシュも我が輩も町を愛する気持ちは同じであった。まあそれはそうかもな。こんな町俺はすぐ出てくけどなっつって結局最後までいたわけだから、ゴーレムに怯えながらも。まあ何の役にも立ってはいないけど彼の存在は。我が輩はな、ウサはなぜかピリンの言葉を思い出したぞ。あやつはよく言っておった。私はただみんなで楽しく暮らせる町を作りたいだけだと。それができればゴーレムも満足してくれるはずなんだけどね。あとは頼んだぞ、ウサは、みんなが楽しく暮らせる町を守ってくれ。ちょっとらしくない熱さだよね。この美しい町は壊させねえぜ。美しい庭園も作ったし、最後の戦いだな、メルキド編の。そうだ、なんかこのフィールドが移動するんだよね。移動するというか、なんか周りのものがなくなるんだよ。戦いやすいように。全てを破壊するもの、ゴーレム、守るものだったのにね、破壊する存在になっちゃったんだな。だからさ、周りのトゲ罠とかさ、俺が一生懸命俺が作ったトゲ罠がなくなってんだよ。あ、ゴーレムは拠点を壊そうとしてる。これこういうのに対してメルキドシールドで守るんだよ。あ、まあ、やっぱ1個で大丈夫そうだな。この街は壊させねえぜなんかスライムが死んだ跡がある。
トゲ罠にかかって死んだんだな、野生のスライムが。こうやってゴーレムの攻撃を守っていけば、そのうち隙を見せるんだよね確か。へい、そんな、あ、ゴーレム怒り出した。ここでこうしっかり守っとくといいんじゃない。この後だな、隙見せんの任せろ。ゴーレムは目を回してる。よっしゃ、ここで魔法の玉置けないんですけど。え、あ、置ける場所分かりづらいな。これで大丈夫？当たってねえ。ちょっと、おー、嘘だろ、今の当たっただろ。また拠点壊すフェイズが続くの。くそー、ちょっと遠いんですけど。間に合い、よっしゃ、間に合った。あぶね、あ、これで怒り出して、魔法の束置く場所ちょっと難しくねえか。うん、足元この辺、よし、これ当たるでしょさすがに。いった、足元狙おう。でもう一度魔法の玉を使おう。これいい、ヒット、気持ちいい。普通に攻撃してもダメージ通んないんだもんねこいつ。はい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 。で次はまたメルキドシールド。ああ、そういうのあったっけ。大きずたちを呼び出したこいつら。あ、厄介だなこいつ。ちょっと待って、あいつ大丈夫？なんか全部倒さないと次に進まないんだっけ。うわ怖い。そっか、俺を狙ってくるのか。たまに力貯めた後ゴーレムの動きに注意しながらこいつらやっつけなきゃいけないってこと。もうこいつらもう爆弾でいいんじゃねえの。こうやってさあ、ゴーレム来る、まずい。あ、爆弾壊しやがった、あいつひでえ。爆発しろ、よし、これで OK。 でゴーレムが次どこに来るか。え、どこ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 。あいつ動きすぎなんだよ。あ、正面か。また間に合え、よし。ふえ、なんか正面よく来るからここにはデフォルトで置いとこうか。そしたら安心な気がする。正門の前で、ね、遠いんですけど。待て待て待て、間に合え、おら、よっしゃ。あ、これで怒り出したか。同じパターンだな。メルキドシールド多分一つでもいいんだよなこれ。コロ、あ、間違えた。ラリアットをかわした後に、あ、そうだ、足元だ。右足の近くに置いて、よし、パターン読み切った。もう勝ったわ。待ち壊すのにあのダブルラリアットはおかしいでしょ。振ってる腕の部分当たらないでしょ。で今度は、あー、増えてるんですけど。これやっぱ爆弾だな。うーん、ちょっと先にこの辺に置いて、やつらが来たところを、イエー、あ、でもそんなに当たってねえ。でゴーレムが飛んでくる。ここもらった、よし。あ、一人残っちゃってんな。てかここだけなんかちょっとトゲ罠残ってんだよね。トゲ穴でこいつ排除できないかな。ゴーレムの攻撃かわした、いてー、当たった。ゴーレムの動きがあるから怖いな。町の上にゴーレム降ってきたらさすがに大惨事でしょ。こいつはまあ1対1だしサクッと倒して、こっち来んな。はあ、なんかちょっと壊れなかった町のもん。あ、大丈夫？怒りで暴走を始めた。は、何する気？普通にメルキドシールド貼っとけば。ああ、さっきと同じじゃん。芸のないやつだぜ。でまた目を回している。足元をいただき、おい、あ、ちょっと手前すぎたか。はあ、そんなバカだ。これ間に合って、頼むよ。よっしゃー、倒した。なんか落としたぞ。やっぱ火薬って最強だわ。初めて錆びたメダルを手に入れた。爆弾20個も全然いらなかったじゃん。イニシエのメダル、まあ、念のためで20個って言ってたんだろうね。あ、これ作れば魔物に封じられし大地に光を与えるですって。メルキド地方に光が戻るんだ。
やったぜみんな、俺やったぜ。まずはビリン、ありがとう。さ、大きな魔物を倒してくれたんだ。ごめんね牛沢、私物を作るのも魔物を倒すのも牛沢に任せっきりで、まあできることとできないことがあるから人それぞれ。私もっと強くなるよ、牛沢と一緒に物を作って魔物と戦えるように。で、ケッパどうだってんだお前。みんなに話しかけたいな。牛沢すまない、最後の最後で君の助けになることができなかったよ。ゴーレムが来た時体の自由が奪われて気がついたらもうみんないなくなっちゃったもんね。でも一緒に戦っていたら君の足手まといになっていたかもしれないし、あれはあれで良かったような気もしないこともないけどね。ロッシー、ゴーレムを倒してくれたんだな。最もゴーレムを恐れてた男だからな。やめておけって言ったのによ、結局こんなことになっちまって。せっかくの部屋も防壁も結構なありさまじゃねえか。そうかな？何もなってないよ。結局全く壊されずに済んだけど、街は。ふふふ。まあこれからまた新しく街を作るのが楽しみだな。苦労かけたな。ありがとう、吉沢。ああ、最後にこう言ってくれるんだな。だからってそんなに株は上がんないけど。あ、間違えた。違う違う。スラタンに話しかけたいんだよ。うわ、すごいよ、吉沢。あの大きなゴーレムを倒したんだね。ロッシが言ってたよ。あのゴーレムがこの街の守り神だったって。実はね、僕には聞こえたんだ。消えちゃう前のゴーレムの言葉が。お、魔物だからか？みんなで仲良く暮らしてほしいって、それだけが自分の願いだって言ってたよ。ビリンと一緒だ。じゃあもう心配ないでしょ。ゴーレムも、あのゴーレムも本当は僕たちと一緒に暮らしたかったのかもね。うわ、メルキド守ってたんだからな。チェリコ、チェリコ、チェリコっていた意味あった？そういえば基本的に何もしてないよね。いつの間にかあの大きな魔物を倒してくれていたのね。私は最近町に来たばかりの女、ここでそれっぽいことを言う気はないわ。でも一言だけ言わせてちょうだい。おめでとう、よく頑張ったね牛沢さん。ああ、いいじゃん。空気読めるって自分で言っちゃダメだからね。あとは翔太と、あれ翔太はどこ行った？いた。翔太と雪の辺、あの巨大なゴーレムを牛倒したんですね。かつてゴーレムは不思議な笛によってその力を封じられたと。ああ、そうだそうだ、ドラクエ1に出てきたアイテムだよ。笛で眠らせてみたいなことしたんだよね。その力を封じられたと聞いたことがあります。ゴーレムとその笛にはどのような物語があったのでしょうか。ゴーレムの最後か。あいつはわしらにとっては脅威だったが、思えば悲しい存在なのかもしれねえな。あ、メルキドボの人々に仲良くしてほしかっただけだからね。そうだろ、あいつはあいつなりにただメルキドを守ろうとしただけなんだ。まあけど心配すんな、伝え聞く話じゃゴーレムを人の手が作り出したもの。きっといつかまた人間たちの手でこの町の守り神を復活させられる日も来るさ。いや、一度失敗してるからな、また作られるかどうかは怪しいけど。じゃあ最後にロロンド、あ、最後だっけ、みんなに話しかけたっけ。ロロンド、うお、牛沢、よくぞよくぞゴーレムを倒してくれた。これでこの町は救われた。牛沢よ、ありがとうありがとう。これでこのメルキドのますますの発展間違いなしよ。お主が持っているその錆びた目だとかなんだ、それはまさか伝説の、そのメダルを使えば。そっかそっか、この錆びたやつきれいにしなきゃいけないのか。まずは工房で、どちら、新鉄道か、あった。ああ、オリハルコンとか使うんだ。全部持ってんな。よし。あ、ちょっと違う、今までと演出が。イニシエのメダルを1個作った。で、はあ、ロロンドこっち来ちゃった。こっち来れなくて焦ってるロロンド。あ、街の外まで来るんだ。でかしましたね。おお、それがイニシエのメダルか。よくぞ作ってくれたな、牛沢。それさえあれば、このメルキドにかかる空の闇が、あ、まだ暗いのままなんだな。ゴーレム倒しても。失礼。ゲップが出ました。それさえあれば、このメルキドにかかる空の闇が晴らせるだろう。このメダル使って初めて空明るくなんだね。さあ、早速、希望の旗の上に掲げてみてくれ。薬草。もう必要ないでしょ。
希望の旗、あれ、あ、アイテム欄から普通に使うでいいのか。ゴー。いよいよか、空に光が。てかあれ、あのメダル、ロトの紋章書いてある？もしかして。あー、よかったな。このゲーム始めて以来初めて見る青空だよ。メルキドの大地に光が戻った。明るい。ウフサヨ、よくやりました。これでこの地は竜王の悪しき力から解放され、人々は自らの力で発展していくことでしょう。しかし忘れてはなりません、この世界にはあなたの助けを待つ人が数多くいることを。つまり今度は別の大地を救わなきゃいけないんだよね。この町から離れるのがすげえ寂しいんだよ。別のとこ行かなきゃいけないんだけど。うお、見るのだ見るのだ、ウサは。空に光が。めっちゃみんな拍手してる。おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとうさん。の流れ。空に光がこんなにも広く青く美しく。その夜、光の復活を祝い、ウシザーの活躍を称える宴が開かれた。そして夜が、まだ早かった。作った部屋も防壁も魔物の攻撃を受け、宴の場所もごちそうも豪華とは言えなかったが、全然攻撃食らってないからね。街は綺麗なままだから。楽しそうな人々の明るい笑い声はいつまでも途絶えることがなかった。そして、夜が明けた。いつもの、ドラクエのいつものやつ。そして夜が明ける。目が覚めたようだな、ウサ。あ、BGM も変わった。昨日の夜は久しぶりに腹を抱えて笑ったぞ。ロッシがあんなにひょうきんなやつだとは思わなかった。何したんだよ。ピリンの料理を口にした時はさすがの我が輩ももうダメかと思ったかな。だって確実に土で煮込んであるもん。土で煮込んであることは間違いないからね。それはそうと、ウサは、我が輩は昨日の夜遅く、東の岩山の奥に光が降り注ぐのを見たのだ。ひょっとすると何かあるのかもしれん。もしも気になるのなら行ってみるがいい。いや、もちろん無理に行かなくても良いのだぞ。うむ。いや、ここのロロンドのセリフがちょっとグッとくるところもあってさ。だ、きっと別の場所に行ってしまうことを分かってるんだよね、ロロンドも。あとはお主の好きなようにするがよい。ああ、寂しいんだろうな。みんなの会話の内容も変わってるかな。うさうさ、人間と暮らすってすっごく楽しいね。スラタン浮いてる。僕ピリンと仲良しなんだ。最近は一緒に料理も作ってるよ。やばそう。ダメだよ、他の人に教えてもらえ料理は。この前は一緒にミミズを集めて土で一晩煮て、ほらすぐ土で煮込む。ロロンドに食べさせたの。よく食ってやったな、ロロンドも。何回も危ない目に遭ってんのに。土で一晩煮るって何？ロロンドは鼻からミミズを吹き出して激しく咳き込んでいたけど、殺人未遂だよ。ピリンって本当にいい子だね。僕の嫁さんになってくれないかな。それはダメだよ。いや、でもどうだろうな、土煮込みしか作れねえしな。考えもんかもしれないな。ピリンをパートナーに選ぶのは。あ、ちょっとまたみんなに話しかけたくなっちゃうな。うさ、正直に言うよ、君から街づくりに誘われた時はもっと気楽な感じの話かと思っていたのに、思いのほか重苦しい話になってほんの少し驚いたよ。そうかもな。だけどよくよく考えたら、僕たちのこの世界は闇に包まれているんだ。そう軽々しいお話になんてなるわけはなかったんだよね。うさよ、前に話しておったこの街の蝶々の話だが、我が輩は身を引こうと思う。お主も賛成なら蝶々はロッシに任せたい。いや、反対です。ロロンドでいいと思います。ダメでしょ、ロッシは。ショーターならいいわ。我が輩のようなものはもはや邪魔者。新しい町は若い者が作っていくべきなのだ。そこでだ、ウスザワ、我が輩は名誉蝶々ということでどうだ。お主がいいと言えば皆も賛同するであろう。名誉蝶々がダメなら大蝶々でもよいぞ。あー、ロロンドは憎めねえやつだわ。
ああ東の岩山ね、行く行く行くけど、その東の岩山行ったらもうメルキド編終わっちゃうんじゃなかったか。うさよ、噂に聞いた話じゃこの世界には農業ってものがあったらしい。ああ確かにこの町ではやってないね、そういうの。自分たちで種を得て自分たちで収穫する、それをやる、その章によってはそれをやる場所もあったはず。あんまり周りに食べ物がなくてさ、自給自足しなきゃいけないっていう。わしもそろそろ鍛冶屋を引退していっそ農業で作物を育ててみてえが、いやまだまだ魔物はいるから武器作る人も必要でしょう。物作りが失われちまった世界だ。今じゃ農業もできやしねえんだろうな。ビルダーが伝えなきゃ農業の存在を。間違えた。これなんか誰に話しかけるか分かりづらいんだよな、こう人が密集してる場所で。連続で話しかけちゃったわ。翔太、翔太、これ翔太に話しかけられる。よし、宇佐さん、実は前から聞いてみようと思っていたんですが、あなたはひょっとして文字が読めるのではありませんか？気づきましたか？もしそうなら例のメルキド録はあなたが解読すればよかったのでは。気づきましたか？ついに気づきましたか？まあまあまあ、そんな野暮なこと今ここに至っては一個なしですね。やっぱ翔太町長にしようよ。こいつ賢いぞ。もしまだ時間があるようでしたらいろんな部屋を作ってみては？例えば収納箱のある部屋に壺をたくさん置いてみたりとか。それ最初の方にやったわ、壺だらけの部屋。まあいろんな街つく、いろんな街っていうか、うん、こっからは自由に街を作るっていうのも一つちょっと楽しかったりするんだけどね。ピリン、いやピリンとのお別れはとにかくひたすら寂しい。一番初めに出会った住人だからね。ありがとうしさ、私空があんなに明るいなんて知らなかった。これで洗濯物もすぐに乾きそう。お花もいっぱい育つだろうし、それにそれに。うさ、用事が全部終わったら私と二人でピクニックに行こう。これなんか、これもやっぱ多分分かってるんだよね、ピリンにしても。牛沢はまた旅に出てしまうと。私、腕によりをかけて料理を作る。それはやめてくれ。それは頼むからやめてくれ。だから約束だよ。ほら、ちょっとこれ切ねえよ。切ねえよ。よしさ、相変わらず寝ぼけた顔で歩いてるじゃねえか。なあ見てみろよ、この黒い雲のないすがすがしい空を。この空があるのはお前のおかげだ。もっとシャンとした顔で胸張って歩けよな。メルキドは光を取り戻したが、アレフガルドのほとんどは闇に包まれたままだ。だがな、お前がしっかり前を見て進めばきっとアレフガルドは復活できるさ。ロッシュはしっかり送り出そうとしてくれてるんだね、ウスターのことを。あら、ウスターさん、すっかり平和になった今、ご機嫌はいかが？あなたはあのゴーレムを倒したわけだし、自分の腕に自信があるでしょ。実はね、メルキドの周辺には昔3体のドラゴン倒しました。もう倒しました。興味があるなら探してみたらどう？もしもまだ倒していないならだけど。そういえばそう、3体目のドラゴンも俺ひっそり倒したんだけど、別に大したものは落とさなくて、この竜の鱗っていう守備力がちょっと上がるだけのアクセサリー。まあアクセサリー枠は他の2つが有能すぎるからな。2段ジャンプの空飛ぶ靴と落下ダメージ無効のメルキドクリーブ。全く出番はなかったね。あー、みんなに話しかけちゃったし、これもう行くしかないかな。この扉だけはダセーままだったな、そういえば。あんまりこの場所来ることないからさ。ね、この三連扉を観光名所にしてほしい。最後は、最終的には、そしてこのメルキドを発展させてほしい。いつか俺がまたこのメルキドに戻ってきた時、この王者のソファーが残されていれば俺はそれで満足だから。行くか。いやー、こう明るくなったフィールドを歩いてみると、初めて今まで暗かったんだなっていうのがすげーわかるよね。昼ですら今までちょっと暗かったんだな。意図的にそうしてあるんだよね、多分。夜なんかは本当に暗くてさ、このゲーム。これ動画だとしっかりこう明るさを補正してたりしてるんですよ、見やすいように。でもだからこそこう明るくなった時の感動があるんだろうね。いやー、ついてしまった。その光は次なる地へとあなたを運ぶ光の扉です。行かなきゃいけないのがすげー寂しいんだよ、マジで。本当に最初の街、思い入れあるじゃん、メルキド。本当みんなわかると思うけどさ、
このゲームプレイしてきた人、もしひとたびその光の扉をくぐればあなたは全てを失うことになるのです。全て。しかしうつだよ。それでもこの世界の闇を払いたいと願うなら光の渦の中に飛び込むのです。全ては精霊の導きのままに。いやまたひでえのがさ、なんかこうさ、装備品とかも全部さ、次んとこ行ったら剥ぎ取られんの。この二段ジャンプの最強アクセサリーとかもさ、ない状態でまた次始めなきゃいけないわけ。それがまあ発売当時はおいおいって言われたりもしてたんだけど、でもやってみるとまた一から開拓するっていうのがさ、楽しかったりもするわけ。また最初から開拓できるってのがさ、命の絹も切ってなかったわ。つうことなので、世界を救うために、悲しいけど次の場所行きましょう。次の大地で旅立ちます。またあのさ、荒れ果てた場所を整地するとこから始まって、ああロロンド来た、うさいを言ってしまうのだな。なんとなくそんな予感はしておった。分かってただろうね、ロロンドは。ここでお前が来るのかよって思ったけどね。確か最初にプレイした時もピリンでしょっていやロロンドにも愛着はあるけどさ、メルキドのさらなる発展のためになんとかここに留まってもらうわけにはいかぬか。いや今のは忘れてくれ。これは我が輩の単なるわがままだな。いやピリンとロロンドは特に本当に一番最初、まだ整地もしてない時からさ、拠点をいる住民だからさ、ウシザーよ、我が輩は思い知ったぞ。壊れた町などいくらでも直せる。大切なのはそこに暮らす人間。うわー、やっぱやはりやめておこう。こういう時だからといってそれらしい話をするのはこういうとこいいんだよ。さあ行くのだ。ウシザーは、この世界にはビルダーであるお主の助けを待つ者が数多くいるのだからな。おお、そうだ、一つ大切なことを忘れておった。ピリンからどうしても渡してくれと頼まれていたものがあったのだ。万一他のものを失ってもこれだけは何としても持って行ってやってくれ。さらばだしさ、また会おうぞ。わあ、ちょっと悲しい。ちょっと泣きそうだもん。あのロロンドがだよ、この寂しそうな。ただもうピリンも連れてこいよとはね。まあ思うけども。あれ、これ結局何渡してくれたんだっけ、ピリンとロロンド。あ、こういうのあるんだ。忘れてた、こんなの。チャレンジ情報。そう、これ20日以内にクリアするっていうチャレンジやろうとしたらさ、結構大変なんだよね。カツカツなんだよ。メルキドガーデンは俺作ったよね。キャンプレベルも5にしたし、20日以内以外は全部やったのか、今回。あー寂しい。ここで次、二章リムルダール編から次始まるわけですよ。次は俺、リムルダールはチャレンジ全部クリアしてないな。何日以内にクリアするとかはじっくりやりたいからあんまり考えないとして、スライムの王冠ってのを手に入れてないんだな。これちょっと次やるときは手に入れてみたいな。つうわけで、まあ、キリいいとこだし、一旦この辺にしときましょう。ありがとうございました。また次、リムルダール編から。また次は次で、一から開拓するのが楽しいんだよ。また、そうだ、なんか俺ちょっと思い出したぞ、この感じ。なんかね、毒の場所が多いんだよね、リムルダール地方は。そう、なんか環境がとにかく悪くて、毒の沼とかが近くに多いから。またメルキドとは違うアプローチで街を作っていかなきゃいけないんだよね、それぞれ。つうわけでありがとうございました。また次回よろしくお願いします。これさっきも言ったっけ。お願いします。